水泉どうだったのかっていうの恐ろしいって思ってテーマがトイレだったんです。日本代表として医学を東大の教授に営業の機会だなと思って、おーなるほど。テストは私の場合は数学と経済と英語のテストを解いて、じゃあ解説してもらいたい。でデメリットがあるということで、追加の早食いで日本大会3連覇してるんですよ。おー、すごい。さあ、始まりました。こちらです。さあ、今回ですね、スペシャルゲストに登場していただきました。はい。東大で推薦合格した人ということで、初めて推薦合格者を呼ぶことができました。前にね、僕がその推薦合格した人を取り上げて、もうショート動画だと100万再生くらいされてるんですよ、確か。そしたら、連絡をくれまして、はい、そんなね、物理オリンピックとか、科学のオリンピックなんか出てなくても、推薦合格っていうのあるんですよっていうですね、連絡をくれて、推薦どうだったのかっていうのですね、ちょっと聞きたいんですけど、すごいですね、あの推薦のメリットデメリットも聞いたんですけど、びっくりしましたね。推薦の1次が10月末に書類です。書類ですね、はい、で結果が出るのが、あの1次の結果が出るのが11月の中旬ぐらい、うん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 、で2次が確か、まあ、おそらく本当11月末もしくは12月の頭とかで、うんうん、もうみんな共通テストの勉強してる時に、私はもう推薦の対策感じでした。でびっくりしたのが、最終結果が出るのが東大の一般の1週間前、約1週間前ぐらい。そうだから共通テスト受け終わってんですもんね。そうなんです。恐ろしいって思ってそうなんです。共通テストの結果も一応その東大推薦の基準には一応なってるので、はいはいはい、なるほど。だからそれ出さなきゃいけないわけですもんね、はい、どういう感じでじゃあ行ったのか、その謎の生い立ちを聞いていきたいと思います、はいどうやって推薦合格したんですか？なんか私の場合は本当に推薦を決めたのも提出する2週間前とかだったので、はい、なんかそんなにガチガチ推薦のためにこれをやったとかっていう経歴自体は本当になかったんですよ、うん、で皆さん結構東大推薦っていうのってやっぱオリンピック優勝とかそういうイメージがあると思うんですけど、私本当にオリンピック関連とか特になくて、今回のその推薦のテーマ論文とか出したんですけど、そのテーマがトイレだったんです。トイレ？はい、それ推薦とかけたってことですか？そうです。もう私の提出書類にはもうトイレっていう文字が無数のように今の僕のダジャレは意味わかりました。推薦とかけたんですか？推薦トイレの話。そうさあよかった、すいません、軽く流して軽く流トイレだけにね、トイレだけに、はい、それどういうこと？私本当にトイレがすごく好きなんですよ、はい、なんで好きかって、まあ、昔からすごいトイレが好きだった理由があって、はい、やっぱりそのトイレって日常の中の本当唯一と言えるぐらいのプライベート空間っていう印象が多いと思うんですけど、そのトイレを本当よりこう快適に、うん、豊かに過ごせることって、もう人生を豊かにする一つのメリットがあると思ってて、本当に私トイレ好きなんだなって思ったエピソードいいですか、はい、私が中学校2年生ぐらいの時に、うん、あの2週間アメリカに語学研修に行ったんですね、はいはいはい、でその時にホームシックをちょっとあるもので感じたんです、はいはい、離れ離れの家族とか、うん、日本食とかでもなくて、あのトイレに行ってすごいホームシックを感じたんですよ感じたことありませんか？いやいや、ない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 トイレにホームシックを感じたことはないけど、私行ってたのアメリカだったんですけど、はい、アメリカのトイレってこう防犯の観点から隙間が、ああそうです、下がね開いてますからね、はい、あとなんか日本のトイレって結構すごくおもてなしの心があって、はいはい、例えばドアを開けると自動でこう蓋が開いたりとか、あー、はい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 、おもてなしの心とかな、あとこうちょっと座るとすごい便座から小動物のぬくもりのような、あ、暖かい、暖かかったりとか、はい、ふって見るとこう横になんか川のせせらぎ、あー音姫、はい、音姫が流れると思うんですけど、はいはいはい、なんかそういう空間が結構私にとって当たり前だったのもあって、ほいほいほい、なんかそういうのが全くないトイレ、なんかプライベート空間味がないトイレがすごく無機質すぎてホームシックを感じたんですよ。そうだったんですね、はい、でそれに結構私は衝撃を受けて、え、日本のトイレもうちょっと見習ってほしいっていう、ほいほいほい、ついつい口に出してしまった時に、うん、ホストファミリーのお父さんが、いやいやアメリカにもいいトイレあるからって言われて、ほうほうほう、なるほど、いやいやいや、そんなウォシュレットあんのって感じで、あるトイレに向かったんですよ、はい、そしたらそこにあったのが、あのなんか男性とも女性とも言えないマークのトイレで、ほうほう、これ何って聞いたら、あのジェンダーフリートイレって、なんかこう男性とか女性とか関係なくて、こう全ての性の人が使えるトイレっていうのを知って、で逆にそれ私見たこともなくて、え、そんなトイレがあるの、うんうんうん、でも見てみると結構女性も男性も普通に入っていくし、使ってる人に話ちょっと聞いたら、なんか女性トイレ混んでるから普通に入っちゃったとか、なんか当たり前の感じ、男性女性
もう誰でもみたいな、うんうん、あってすごくその空間いいなっていうふうに思ったんですね。なるほど。一時期なんか誰でもトイレって名前になりましたよね、日本でね。そうですそうですそうです。話題にはなったものなんですけど、その後は渡部のせいでということになりましたけど、はい、そうなんですよ。私ちょうどその日本で話題になる前にそのまあ経験をして、うんうん、でちょっとこのトイレ、その日本のいいところも海外に発信したいけど、うんうん、なんか海外から新しいそのトイレの概念も日本に入れられたらなと思って、うん、高校1年生の時にトイレ研究っていうテーマで、うん、一応日本代表として留学をどこが講演してるんですかそれは。飛び立て留学ジャパンっていう、はい、知ってます知ってます。それのまあロングっていう一番長い枠で行かせていただいて、実際にその TOTO さんの社長だったりとか、うんうん、リクシルさんとお話をして、うんうん、自分がこういうことをしたいっていうのをまあアピールしまして、じゃあウォシュレットの話とシャワートイレの話をう、もう実際に実演してみせました。もうあなた方の作ってるものってもう本当にすごいんですよっていうお伝えして、それで一応1年間アメリカに行かせていただきました。で何するんですかその1年間高校1年間の留学ってこともあったので、基本的にはまあ学校に行きつつ、はいはいはい、まあ、土日に研究をしたりっていう感じだったんですけど、うん、どういうことをしたかっていう、例えば日本に比べてやっぱり向こうだとその LGBT コミュニティとかやっぱ大きいですし、オープンなところもあったので、そういう LGBT コミュニティに実際に行って、でこうジェンダーフリートイレってどう思うとか、使ってみてどうなのとかっていうのを聞いたり、逆にこう日本の環境、それについてこう何かアメリカのものをただそのまま日本に持ってくるだとやっぱどうしても使いづらいとかあると思うから、逆にじゃあどう導入したらいいと思うんだろうっていうことを結構ディスカッションとかしたり、あとはまあやっぱトイレ研究ですよね。トイレ研究ですよね。行ったところのトイレを写真に撮って、わお、保存して、なるほど。これはここ良かったなと、この空間が車椅子確かに使えそうだなと、ああなるほどなるほど。そういうのを撮ってたので、私本当に不審者扱いされちゃって、ですね。それはそうですよね。そうなんです。その空港で最初こう行った時にトランジットの先の空港で時間があったので、まあ、片っ端からトイレの写真をパシャパシャ、はい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 。そしたらトイレの写真を撮ってたがゆえになんかすごく変な目をされて、それはそうですね。大丈夫かこの子。そうなんですよ。撮るなら飛行機の写真だろうみたいな。ああ確かに確かに。すごい。それで1年もいたわけですね。そうですね。1年間いる予定だったんですね。なんでかっていうと、ちょっとちょうどコロナが始まってしまったので、はいはいはい、緊急帰国っていう形になってしまって、本来だったら高2の7月に帰る予定が高2の4月。に帰る予定になってしまって、すごくやっぱり残念でしたし、やっぱ1年間っていうスケジュール感で考えていたのもあって、できない研究とか打ち切りっていう形になってしまって、うん、日本の高校の単位とかどうなんですか。私一応交換留学っていうやつで、あ交換留学なんですね、はい、1年間分は向こうの単位で賄えるっていう感じでした。それはラッキーというかいいですねどうしてでも東大は目指してたんですか普通そうですね、まあ、やっぱトイレの研究、それこそジェンダーの研究とかをしてる中で、うん、やっぱ論文見ると東大の教授だったりが、あそうなんですね、まあ、多かったりとか、あと実際に行くにあたってお話をたまたま聞いた人が東大の教授で話に共感できたりとか、あとその教授がたまたま経済学部、今経済学部なんですけど、経済学部の教授自身があんまジェンダーと経済とか、なんかそういうトイレと経済って結びつかない部分あると思うんですけど、逆にそのジェンダーとかでトイレとかってこう社会の基盤ともなってるものなんだから、はい、経済だろうと工学だろうと、うん、もういろんな部分にもう必要なものだからっていういろんなお話をいただいて、そういうことを考えてる人が多い環境ってどういうとこなんだろう、ほほほほ、でじゃあ東大目指そうってなったわけですね、はい、でその時にまあ一般の普通の勉強も、そうです、一般しかやってなかったやっててで突如どうして推薦に、推薦は最初はその担任の先生が東大推薦っていうのもまあ最近新しくできたんだけどどうっていうふうに言われて、でもやっぱり自分の中のイメージ調べていくとやっぱりオリンピックとか、 なんかそういう情報ばっかで全然自分そういう経験はなかったから、ちょっと私そんな人間じゃないみたいな、しかも東大の推薦は推薦でやっぱり皆さん対策っていうのがある程度あると思うので、一般ですら結構難しいのに推薦と日本で行くのはどうなんだろうって、その活動をいろいろやってて、でちょうど高2高3の時期って なぜかわからないんですけどすごくいろんなことがあって、例えばメディアの方に取り上げていただいたりとか、テレビのオファーが来るようになったりとか、なんか正直その受験生らしい受験生じゃなくていろいろメディアに出るとか
なんかクラウドファンディングとかもやってたので、うん、なんかクラウドファンディングをやるとか、なんかそれがあまりありすぎて、うん、もうさすがにその水産無理だみたいな、うん、もうキャパシティ的に無理だと思ってしまって、だからこそその自分の中ではないなと思って、うん、それクラウドファンディングはなんか研究しにってこと、研究ではなくて私たちのその団体でその社会課題をトイレットペーパーを通じて学べるみたいな、はいはい、そういうものを作ったんですよ、うん、でなんでそのトイレットペーパーに注目したかっていうと、トイレって日常的に使うじゃないですか、で皆さん使われると思うので、本当に森哲先生教育いろんなことやってらっしゃると思うので分かると思うんですけど、やっぱ反復することとかすごく大事だと思ってて、あと日常的にただ単に受け身っていうより もう自分でその行動を通じて、なるほど、そのトイレットペーパーにいろいろ書いてある、そう自分からもこう見てるっていうのもあって、こっちアメリカとか下のやつとか上じゃなくてとかこれどっちかっていうのあ、ね、あそうですあります、ね、そうでトイレでそんな本を読むいっぱい字面がこうわーってあっても困るなと思ったので、うん、漫画を通じて、あトイレットペーパーに漫画が書いてある、そうです、そういうものを作りまして、全国の小中学校だったり、まあ、公共の機関に寄付をしようと考えて、それでそのための制作費をクラファンで集めて、歴史の漫画とかいろいろなんか書いてあるなんか結構社会課題です、どっちかっていうと、あなるほどこういう問題があるっていう、そうです、でしかもやっぱ自分たちがトイレに行ってそれを読むので、うん、結構トイレにつながる話題だったりとかジェンダーとか身近な話題につなげてっていうものを作りました、うんうん、そうだったんですね、そうなんです、ね、ほうほうほう、それで結構鎌倉市の鎌倉駅とかにも置かせていただいて、はい、漫画だったのもあってこう海外の方とかも実際に見ていただいて、うん、結構分かりやすい、細かく説明もちょこっとは書いてるんですけど、うんまあ、日本語分からなくても分かったとか、なるほどなるほど、そういったものを持っていくわけですね、じゃあ推薦に、そうです、そうです、そうなんです、結局推薦も私が推薦にやりたかったっていうよりも、なんかその自分の活動しているプランジャーっていう団体をアピールできるいい機会が、うんはいはい、一つの営業の機会だなと思って、おなるほど、だからそのトイレットペーパーも買っていただいて、そのお金で寄付をまたしたいので、なるほど、なんか買ってほしいって思いから、うん、じゃあ一つの営業の機会だと思っていけばいいか、東大の教授に買っていただけなくても、はいはい、これ経営的にこういうとこもうちょっとちゃんとしたらとか、うん、なんかそれも自分たちのメリットになるし、ほうほう買っていただけたらもうなんぼみたいな、なるほど、そう、こんなきっかけで、そうでした、どういう資料も、ね、でも資料も私の場合は資料だけを頑張るって期間がもう2週間とか作れなかったので、もう基本的にはこうメディアで自分が何言ったかとかを原稿にしてそれをこう書くみたいな感じだったので、あんまりこうその資料のために時間を割いたっていう記憶はなくて、資格とかは書いたんですか、資格は書きましたね、いくつかぐらいだったんですけど、何、私そのプランジャーの活動で日本トイレ大賞っていうのをいただいてて、日本トイレ大賞すごい名前、はい、なのでその日本トイレ大賞っていうものと、うん、あとは私実はスイカの早食いで日本大会3連覇してるんですよ、うんだったのね、志村けんネタじゃないんですけど、はいはい、その日本トイレ大賞の方がなんなら私の中では大事なのに、はいはい、それよりもスイカの早食い日本大会3連覇をめちゃめちゃ大きななんかフォントで書いて遊び心のあるすごい、何やるんですかスイカの早食いって、なんか3キロ玉4キロ玉ぐらいのスイカを、はい、まあ、実際割ってはくださっててこうポン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 ってあって、はい、それを一番早く食べきれば勝ち、女性部門とか何々部門とかあるんですか、女性男性では分かれてるんですけど、はい、年齢がオープンなので、はい、10歳ぐらいの人も出れるし、まあ、3、40代の方とかこうやってあれかガガガガガガガってモザイクがかかるような感じの、じゃあできないですかここではちょっとスイカ買ってこなきゃ、3連覇したんですね、3連覇して出禁になってしまったので、出禁？殿堂入りじゃなくて、あ、なんか殿堂入り兼出禁みたいな、そのもともと尺が例えばじゃあ30分でどれぐらい食べれるかっていう尺があったとして、自分の番だとその30分の尺のうち 2,3 分とかで終わってしまったりすると、ああなるほど、尺なくなっちゃう、どうしようみたいな、ああ早すぎってなっちゃうんですね、それでもう3回それをやったのでどんな食べ方、映像残ってないんですかこれ、映像ググれば出てくるんですかねで、いよいよじゃあ面接ですね、どうだったんですか、はい、面接は学部によって全く違くて、うん、小論文があるところだったり、うん、グループディスカッションとかあるんですけど、私のとこ基本面接、まあ、40分間ぐらいの面接だと、あとまあちょっとしたテストみたいなのがあ、うん、これ分かれるんですね学部で、あ全然違います、ね、募集要件も違うので、うん、なんか私の学部はスイカのそれが、まあ、全然曲がり通るような学部だったかもしれないんですけど、他の学部だと必要な資格とかも全く違うので、うん、ちょっとそこが違うなるほどなるほど、そういうのは知らなきゃいけないですね、はい、そうです
ですね。で、記事の結果が出てから面接までが全然2週間、なるほど、なんか本当になかったんですよ。で、それこそもう共通テストモードだったので、だからこそあんまり面接の対策も特にはしてなかったです。それこそまあメディアに出させていただいたり、講演会とかいろいろやってたのもあって、まあその実践的 なじゃあ全然喋れるわけですもんね。こう比較的全然喋れる方ですよ。当然ここに来てだって打ち合わせもほんのちょっとしかやらずにすぐ始める人の中でバババババって喋れてますから。なので基本的にはそれをやったかな。あとはまあテストは私の場合は数学と経済と英語のテストがあったので、うんうん、テストもあったんですね。そうですね、テストって言ってもこうすごい筆記で何分間とかのテストじゃなくて、もう面接中に配られて、うん、じゃあこれ解いてもらえるとか。面接中に、そうなんですよ、解いてじゃあ解説してもらえる、なんかホワイトボードで解説してもらえる、解説するん経済数学簡単です。どうです、数学は。いやでもこれもすごいのが、なんか東大 あの面接とか一人一人全く違うんですよ。へえ、なるほど。だからちゃんと私のやってきたこととかを見て、例えば私、まあ、経営とかをやらせていただいてて、全然違う経済の問題とか聞かれても正直わからない、うん、それがまあ妥当っていう、うん、だからこそ私には、まあ、経営、コロナ禍の経営とかについての、まあ、質問だったりとか、で逆にまあ違う子に話し聞いたら、その子は経済学オリンピックとか出てたっていうのもあって、じゃあその子には経済の計算とか、まあ、ミクロマクロとかっていう問題だったみたいで、本当に違います。英語は何だったんですか。英語はアメリカに行ってたっていうのを書いてしまったがゆえに、論文がバーってあって、それをざっと読んで答えてください。ああ、何が書いてあるのかみたいな。で、答えるのも見ちゃいけない、こういうことに対してどう言及してましたかみたいな感じだったので、いわゆるそういう感じ。私の場合それで、でも他の子は小説、短編を読んで、それでまあどういうふうに思ったかと感想みたいな感じ、本当に違いますね。数学何出たとか分かる。数学は私書かせてもらえなくて、はい、その場で答えましょうね。でもそんなにめちゃめちゃ難しいわけじゃないけど、なんか結局面接どれもそうだったんですけど、できるできないとかあんまり関係なくて、そこまでの思考の過程を見るような問題がすごく多かったような感じです、うん、なるほど。うわすごいな。それでもどうでしょう、手応えとか、こんな質問来たとか。なんか試験官の人に本郷キャンパスで、はい、あのやったんですけど、じゃあここ出たら何したいって言われたんですよ。ほうほう。多分それは一般的には将来の夢を言ってるじゃないですか、ね、はいはいはい、だったんですけど、東大を出たらってことですけど、で私はその文章のまんま、その東大を出たら何したいだと思って、その本日の予定を聞いて、丸の内線に乗ってどこどこの駅で降りて自宅に帰りますみたいな。結構自信満々にその面接の場だったので、フィギュラティブなものをリテラルに取ったわけですね。そうなんです。でこう面接ってやっぱりこう神妙な空気とかだったんですけど、はいはい、いきなりなんかもうそこがなんか M1 会場みたいになってしまって、先生も合ってるは合ってるからなんか言いづらくて、すごいごめんみたいな、僕の言い方が悪かったこれ1対いくつですか。私は1対3です。あ、なるほど。でもそれも学部によって違います。もう1対7とかも、ね、じゃあ僕の言語学の院とちょっと似てる感じですね。あ、本当ですか、はい、そうなんです。1対4でしたから。で、なるほど。他にどんなの聞かれたか記憶にあるあります。あ、でもやっぱり自分でなんでその活動をやりたかったのとか、こう熱意とかを、私の中でこういう熱意があって、こういう思いがあってみたいなのを、まあ、素直にうんうんって聞いてくれたりとか、結局その営業する機会は残念ながらなかったあ、なかったんですね、はい、そうなんです。でも大学に入ってもこの活動を続けていきたいし、でもこの活動で終わりたいわけじゃないこと、基本的にはこっちが主役みたいな感じで、どん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 説明をさせていただいて、あっという間でしたね、本当に。で、まあ一応共通テストの点も加味されたわけですもんね。そうですね、まあ共通テストもなんで推薦をやるかって、別にその頭がいいから、その共通テスト高いから受からせたいわけではないと思うんですけど、やっぱりこう多少の点数っていうのは取らないとはいけないかなっていうのを思いました。どれぐらい取ったとか覚えてます、共通テスト。共通テスト確か777。おラッキーだったってことですか確かそうです。なるほど。東大の中で別に高いわけでもないですよね。そう、まあでも今年なんかしたか。あ、もう今年なんですね、じゃあ。あ、そうです。よかったの。そうです。あ、その入ったばっかりなんですね。あ、そうです。今1年生です。知らなかった。あ、そうです。それで合格が来たら、わーってなりました。なりましたね。やっぱりすごく嬉しかったし、自分の中で結構自分の伝えたい思いは伝えたっていう気持ちあったけど、一回そのポンコツをやらかしてるがゆえに、もう自信もちょっと頼りにできないところもあって、もうそっからの1ヶ月2ヶ月もうほんと東大に一般で受かるしかないかなって思ってます。塾予備校行ってたんですか。行ってなかったです。あ、すごい、それこそただ予備とか本当にいろいろ活用させてもらったので。へえ、すげえ、そんな感じだったんですね
推薦のいろいろ聞いてきたんですけど、推薦にデメリットがあるということで、はい、そのデメリットをちょっと聞かせてください。大学に入ってバイトをしようと思ったんですけど、結構皆さん東大生家庭教師多めなんですよ、はい、すごく。で、私もじゃあ家庭教師応募しようと思って、うん、普通に応募して、うん、で、まあ一時っていうかまあ通って、うん、じゃあ実際にこう親御さんと会ってお話しようって時に、結構その向こうの親御さんって東大生なら誰でもいいじゃないんですか、はいはいはい、東大生っていうところをすごくフォーカス当ててらっしゃって話を聞いて、うん、でこう慣れてる方とかだと、じゃあ東大のその本番一般の開示出してとか言うんですよ、うん、おー、成績開示を求めてくるんですね。いやいや、はい、開示はないぞ、はいはいはい、推薦だからないと、はい、いや開示ないんですよとか、うん、まあ、それこそまあ推薦で入っててっていうお話をすると、はい、じゃあテストとかそういう、こう一般的な頭はないのとか、うん、それこそ推薦について知らない方とかもまだまだ多いので、うん、なんか推薦裏口みたいな感じでいや裏口じゃないよみたいな、あとやっぱ自分の名前を勝手に生徒さんが、はい、今デジタルネイティブなのでググられて、ね、うん、この人すごいトイレ研究家とか書いてあるって親御さんが、え、何って言って名前を調べると、うん、で東大推薦生みたいなのが出てますと、え、嘘、全然ついてない、ついてないね、その別に推薦って聞かれなければ言うことでもないから、うん、言ってなかったら、うん、いや私そんなの聞いてないって言って打ち切られてしまった。だってね、めちゃくちゃ勉強してたわけですもんね、受験勉強してました。本当に一般受ける予定だったので、うん、勉強もちゃんとしてるし、別に推薦がそんな、ね、みんながみんなっていうわけでもないので、うん、だって過去もめっちゃやったって言ってましたもんね。やってました、本当に。どれぐらい回したの？過去も数学は70年、80年分かける3週とか恐ろしい英語ももうそれこそ医学部とかさ、学部時代からもうめちゃめちゃ回したりとかしてたので、それだけ本当に、まあ、絶対に受かりたいっていう気持ちが強かったので、それなりに勉強はしてたんですけど、え、理系文系どっちも文系です。あ、文系の方 で、じゃあ社会2科目どれ選んだんですか？私日本史と地理でした。あ、日本史地理でやってて、結構ニッチな、はい、珍しいですね。あまりないんです。世界史地理、世界史日本史は聞きますけど、そうですね、なんですけど日本史地理にしてました、まあだってね、結構成績もよく、ね、やってたんですもんね。それなりに頑張ってました。それがそう言われちゃうんですね。そうなんです。それが結構入ってからも心配は心配でした。東大クラスあるじゃないですか、はいはいはい、なんかクラスも私のクラスだと本当一人だけ推薦生って感じなので、はいはい、でね、周り一般生で自分推薦で心振りもなくて、はいはいはい、うわこれはやばいだろうなと。でも結局今となっては全然そういうのも関係なく、良かったですね、はい、何点だったはないんですね。あ、開示はないですなんか東大も推薦生も開示みたいなのあるんですよ、はい、A から D 判定までぐらいの判定 で、ね、あなたの書類の段階では何判定で、二次で何判定で、総合、まあ、共通テストも含めた判定で何判定。ああ、そうなんですね、はい、何判定までが合格なんでしょうね。確か C までが OK だった。あ、そうなんですね、はい、です結構良かったですか？一応 AAA です。おお、すごい、トリプル A じゃないですか今後でもどうしていくんですか？今後は教養学部ですもんね。そうですね。でもやっぱりその経済学部が決まってるので、うん、その最初の、あ、そっかそっか、推薦組はそうですね、新振りがないんですよ、まあ、だから 3,4 年以降経済学部に行くにあたって、うん、やはり 1,2 年のうちに本当に自分のやりたい、それこそ私の場合全然経済は取ってなくて、うん、逆に心理とか、おいおい、なんか福祉医療系とか、うん、それ結構ほんと幅広く取ってるので、うん、なんかそっちの見聞とか知識を増やしていきつつ、まあ、自分が今後やりたい道、まあ、経営とかの道は変わらないんですけど、うん、そこにこうだん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 こう集めていけたらなって思ってます。すごい、これはすごいいい話が聞きましたね皆さん ね、なかなかブラックボックスのところがあったと思うので、そうですね、推薦について、推薦も考えて見ていただけたらいいんじゃないかなと思います、うん、はい、お知らせはありますか？これ見てくださいとか。お知らせは、はい、あ、そうですね、東京大学 その推薦って結構いろいろなんか交流会とか説明会とかもやってて、うん、あんまりこういわゆるメディアに出ているような推薦生ってすごく頭が良くて、うん、オリンピックでって印象があると思うんですけど、やっぱ中には全然そういう、もう本当に私みたいなこうあんまオリンピックとかなくてもいけるとか言ったよって人の意見が聞けると思うので、うん、ぜひそういうイベントに参加してもらえたらすごく嬉しいです、うん、なるほど。大丈夫ですか、自分のオーガニゼーション自分のオーガニゼーションは、はい、でもまあいずれ何かの形で皆さんの元に届いたらすごくそれは嬉しいので。なるほど、はい、クラウドファンディングも集まるかもしれないですし、はい、はい、と思います、はい、ということで今回ラブさんにおいていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。